カミー・ユ・フラマリオン・ニコラ・カミー・ユ・フラマリオンは、フランスの天文学者、天文普及家、作家。フランス天文学会を創設する一方で、天文学の普及に尽力し、一般向けの著書を多く発表した。1912年にはそれらが認められて、レジオン・ドヌール勲章を受勲した。なお、書籍の出版、販売事業を手掛けるフラマリオングループの創設者、エルネスト・フラマリオンは、 弟にあたる。ニコラ・カミー・ユフラマリオン1842年に、オート・イコール・マルヌ県、モンティ・コール・ル・イコール・ロアで生まれた。1858年に、パリ天文台の共同研究者として、天文学者の第一歩を踏み出した。1883年には、ジュイビー・シュルオルジュ天文台を設立し、1887年に、フランス天文学会を創設した。 学会では初大学会長として月報の出版を主導した。1892年には火星とその居住可能性の諸条件を出版した。彼はこの中で詳細な分析と観測に基づき火星にはかなりと海があり火星人が住んでいるとした。彼は火星には地球人よりも優れた種族が生存しているという仮説も示していた。 かなりは彼らが建設した人工的な灌え施設、すなわち運河であると主張した。なお、現在、火星のクレーターには彼の名が冠されたものがある。1874年にシルビー・イープチオと結婚しているが、後に死別し、1919年には女子のガブリエル・ルノドと再婚した。1925年にジュイビー・イコール・シュルオルジュで、没した。フラマリオンは、 小惑星に対する太陽の影響や太陽系について研究をし、太陽の黒点はその活動が活発な時に出現することを示した。彼は海王星の衛星トリトンと木星の衛星アマルテアの名前を最初に思いついた人物でもあったが、それらが正式名称とされたのは何十年も後のことであった。JB イ,イコールシュルオルジュ天文台では、 ユジェーヌ・ミカエル・アントニアディを採用し、彼と共に火星やそのカナリを研究した。また、ハレー彗星にも注目しており、1910年5月19日に太陽と地球の間を通過、彗星の王が地球にかかると予測されたことに関し、彗星の王に有毒なガスが出ていると発表。地球を包む結果として、地球の人類に大なる危害を及ぼす恐れがあると、 国内外に警告した。地球平面説を表す15から16世紀頃の規範画としてしばしば引用されるが、実は L、アトマスフィア、ミティララジーポプーレアでフラマリオンが作成した冊絵、彼は50冊にも及ぶ著書を発表した。そこには以下の作品が含まれる。彼はまた数え切れない論文を天文学史をはじめとする。 様々な学術雑誌に寄稿した。ありがとうございます。